突然村長として村に迎えられるプレイヤーは動物たちと交流しながら村づくりをしていくことになりますが、どのような村を作り上げるかはプレイヤーの皆さんが自由に決められます。プレイヤーは村の生活を充実させるさまざまな公共物を設置することができます。おなじみのリセット監視センターや喫茶店も建てるかどうか決めるのは村長である皆さんです。こんにちは、またお店の営業時間や村人の生活時間を変えるような条例も決めることができます。動物の森は Nintendo 3DS のカレンダーと連動しますので、自分の生活スタイルに応じた村づくりも可能になっています。また今回は村づくり以外にも様々なところで自分の個性を自由に発揮できます。プレイヤーが着ることができる洋服にはボトムスや靴下が増えましたので、これまで以上にこだわりのコーディネートが楽しめます。また洋服のデザインもこれまでよりも細かく作ることができるようになり、 QR コード化して他のプレイヤーとやり取りすることができます。さらに自分のおしゃれだけでなく、自分が住む家にもこだわることができます。家の外観を好きなパーツを組み合わせて作り上げることができますが、例えばこんな家も作れます。またお部屋に飾る家具の種類や壁にかけられる家具が増えただけでなく、本作では家具のリメイクを行い、好きな色や柄に変えることが可能になりました。たくさんの家具をリメイクして個性的なお部屋を作り上げてみてください。飛び出せ動物の森は開発も大詰めを迎えており、11月8日に発売。